moon needs the sun. We don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. That you do. My life was great till you added color. さあ、とりあえず到着待機ですね。納品先到着待機。今日はね、北九州ですね。北九州の若松で納品です。一旦ね、大きい工場に入って計量して、そこからね、外部倉庫ですね。外部倉庫で納品。外部倉庫で納品したらまた大きい工場帰って行って、そこで計量して、伝票もらって終わりですね。大きい工場に入ろうとしたら、4トン平の運転手さんが降りてきて、僕のトラックの前に出てきて、わーいって道塞いで、ボコちゃんですか?言われて、危ないからね。そう、この入り口の方も気にしながら、内輪差も気にしながら走ってますんで、いきなり目の前来てさ、道路塞いでさ、危ないからね。ビビったー。ねえ、怖かったわー。で、またね、納品せんといけんし、時間もあるし、後ろ詰まっとるし、ねえ、計量せんといけんし。ねえ、そんなことありますからね、気をつけんといけん。さあ、とりあえずね、今納品の外部倉庫にいまして、前に2台止まってます。10トン車1台と、目の前にね、開墾トレーラーが観音開けて止まっとるんよな。箱の中空やから、積み込みやろうな。前に2台止まってますんで、それが終わってからのね、納品です。さあ、とりあえず、もう少し待機しとこう。さあ、現在9時30分です。9時半。全然納品が始まらん。まだね、1台も卸が始まっておりません。ずっと3番目納品まだ始まらんのかな。全然ね、納品する気配がなくって、工場自体は動いてるんやけど納品が始まらないのよ。でも出荷作業しよるからさ、出荷作業優先なんかな。参ったね。で、今回ね、道路路中待機なんですよ。道路で待機、お腹痛いのよ。路中待機に限ってお腹が痛いのよ。参ったね。多分あと1時間ぐらいはねえ、順番回ってこんでしょう。まだ全然納品始まったらんからさ。現在9時30分、納品が終わって10時半、11時ぐらいかな。でもね、この納品が終わったらまだ予定が入ってますんで、早く納品終わらせてもらわんと間に合わんねんけど。最近待機が多いわ。とりあえずね、もう少し待機しておきたいと思います。あれですね、出荷が先みたいですね。出荷が終わってから納品らしいですね。今ね、缶の開け取った空の開墾トレーラーが先に入っていきましたんで、多分出荷が終わってから納品みたいですね。で、僕の前に止まっとる10トンウィング車、左側のキャッチ開けてますんで、左から下ろすんやろうな。いつでも開けれるように準備しとこう。現在10時30分です。10時半。まだね、待機中です。次の仕事が間に合わん。参ったね。納品が終わったらね、山口県に帰って積み込みがあるんですけども、間に合わん。ね、8時半にこっち入ってきまして、それから2時間待機ですね。
朝一発目のお仕事なんで、ね、朝一遅れちゃったら全部遅れるんよな。で、仕事できんやったら、ね、その分給料減りますし、損益出ますんで、参ったね。現在10時30分。もう少しね、待機しておきたいと思います。お疲れ様です、モコです。今日ね、温泉入ってきましてしっかりね、温泉入ってきまして、露天風呂入ってきました。気分爽快、すっきりしております。酒もね、車中飯作っていきます。今日はね、あんまり時間ないけど炊飯器使ってご飯作っていきます。まずはお米を投入します。お米あったかな。お、あった、さっき出したのよ。オッケー、オッケー牧場。そして水。ちょうどいいぐらいかな。はい、まずはとりあえずお米を炊いていきます。ピーピー。さあ、とりあえずあと40分ぐらい待っておきたいと思います。さあ、もうええかな。スイッチ切ります。オッケー。あちい、うわ、美味しく炊けてる、美味しく炊けております。美味しそう、完璧。あちい、おお、あちい。さあ、このご飯に卵を投入、そして醤油も投入します。さあ、しっかりまずくって美味しそう、美味しそう、しっかりまずくって。はい、ということで完成です。いただきます。美味しそう、いただきます。うまっ、うまい。醤油の塩梅もちょうどいい、美味しい。今日もね、しっかりご飯を食べてのんびりしたいと思います。そんな感じでまた明日です。またね。